4月10日から3日間取手市米の井にある龍禅寺三仏堂で特別公開がありました。龍禅寺三仏堂は国指定の重要文化財で室町時代に建てられました。最近解体修理がなされ室町時代の姿に復元されています。三仏堂とは三体の仏像を収めてあるお堂のことです。三仏堂の内部は全く装飾がなく落ち着いた雰囲気の中で行事が行われたことでしょう。屋根の梁や骨組みが見どころかなぁと感じました。関東鉄道常総線稲戸井駅を降りて国道294号線を渡り桔梗塚の脇の小道を入り道なりに行くと龍禅寺三仏堂となります。